広島市南区のグランドプリンスホテル広島で初めて行われたテロ対処訓練。ホテルの従業員来てください。ホテルの従業員来てください。あなたは防災センターに連絡お願いします。あなたは避難誘導をお願いいたします。はい、歩ける方は外へ歩いてください。消防や警察などおよそ100人が参加した訓練は、サミットの開催中に猛毒の化学剤サリンがまかれ、要人を含む多数の負傷者が発生した想定で行われました。訓練ではまずサリンの付近にいた人たちを消防隊が安全な場所へと誘導したほか、被害の拡大を防ぐため警察と消防が連携して慎重にサリンを取り除く作業も行われました。また怪我人の重傷度に応じて適切に処置するトリアージも実施し、参加者たちは優先順位を見極めながら要人や怪我人の搬送方法なども確認していました。 VIP の周りにはたくさんの方がいらっしゃいますので、そういった方の動きも見据えて消防等がどのように活動していくかということをもう一度検証していきたいというふうに思っています。G7 サミットに向けてですね、そういった問題点等をですね、確実に潰していき、安全で安心な、体制を作っていきたいと考えております。